おはようございます。黒バラ軍団のタクです。本日のターゲットホールはスロット機構な伊丹店さんです。朝一は約140人ぐらいになるような中、入場整理券番号が42番でした。まずはじめに、ジャンマリドット TV ガイドラインに従って本日20時までに完全撤収となります。それに伴って、前日の下見もできておりません。それを踏まえた上で本日の立ち回りなんですけれども、こちらのホールさんの以前のデータを見ていますと、4台5台構成機種が、強い傾向があるんじゃないかなというところ、自分なりに狙い機種を絞った結果、窓マギの反逆、そして戦国トメ3から朝一打っていこうかなと思います。もし取れなければ4台構成機種の、台を抑えた上で、しっかり、先手判別しながら、立ち回っていこうかなと思います。その後は、臨機応変に状況を見た上で動ければなと思います。本日もしっかり勝てるように立ち回っていきますので、最後までどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。五頭目が全埋まり、よし、反逆も無理、はい、ということで、朝一、狙い機種1番目2番目取れなかったところで、カセブン3からスタートしていきたいと思います。で、打ち出す前に、周りの様子もう一度見に行きたいと思います。せいや窓2も僕は入場した時点で満席で、メインというかメイン機種の絆2と番長3は、ほぼほぼ全部ぐらい空いてる。さあ A タイプも、ミラクルが本命で、6号機アイムジャグラー、ファンキージャグラー、ゴージャグ2あたりが埋まってくれればよしって感じ。あ、やっぱそうですね、タンキーが前代埋まってるかな、でスーミラも前代埋まってると。アイムジャグラーは、まだ誰もいないと。はい、ということで、ざっくり、今入場整理券持った人が入場し終わるかなっていうぐらいのタイミングなんですけども、前日ね、下見できてない上で、どんぐらい他の一般の人が下見したかっていう具合とかが見れてないんで、ちょっと不安な部分もあったんですけども、予想通り、4台5台構成機種ぐらいから、埋まっていって、その中で僕も1機種抑えれたというところでは、自分の予想通りの埋まり方はしてるんで、そういう感じで今日1日、いい台探しながら動いていこうかなと思います。行っていきます。はい、ということでこれだけぼちぼち、さあ朝一周りの様子見に行ったり、準備してる間にエールが4台あるんですけども、1台が、おそらく2周期目の周期抽選で当たってる台が1台、他は今2周期目3周期目中って感じですね。でこれももちろんね、エールが自体がめちゃめちゃ自分の中で狙い機種になった機種でもないんで、しっかり残りの3台と合わせて見比べながら、早めにしっかり引くときは引けるように見ていきたいと思います。さあゲーム数で700ゲーム到達、さあこれでゲーム数天井、713ゲームゲーム数天井での当選です。投資が15本、さあ頑張りましょう。
さあ僕の代もご覧の通りここまでうんともすんともという感じで、6周期までには当たんなかったと。でもう1台ね立ち上がり悪かったのも僕と同じく、あれも7周期まで行ってたかな。で結局ゲーム数天井で当たってるっていう台がもうさすがにやめられたっていう状況なんで、まあ、このエラカもねこれ以上は打ち続ける理由がなくなったかなというところです。さあということで最初 35% よし、なんとか。さあとりあえずボーナスからコラリアモード突入です。さあとりあえず天井からなんで、最低でも AT レベルは2ということでストック1個付き。はい、2セット目、1セット目何もできず。3セット目、よし決まったかな。さあこれ2回目のボーナス。さあ SP バトル 22%。 はい、ということで3セット534枚でした。はい、ということで AT 終了後少し回したとこなんですが、まずそもそも4台5台鉱石種で強い機種を探して立ち回るっていう中で、僕以外の台も弱い、そして僕の台もハイパービッグ引いたこと以外は強い要素がほとんどないんで、これ以上移り湯もないところでこのエレカセブン3やめて他の台探しに行きたいと思います。はい、まあ、エレカセブン3打ち終わってから今だいたい2時間半から3時間近く検してるっていう状態なんですけども、まあ、朝一から4、5台構成で強い機種があるんじゃないかというところで探して動いてるんですけども、まあ、今んとこ正直、まあ、全部強いかなっていう機種が正直見当たらなくて、まあ、強いて言えば6号機ジャグラは全体良さそうで、 ATRTG のメイン機種に関しては、まあ、窓マギ2にしても、まあ、キズナ2にしても、まあ、その他の機種にしても、まあ、2台3台強い機種はあるものの、まあ、全部強いかどうかはまだ分かんないというところで、まあ、それ踏まえた上で、まあ、ピンポイントというかメイン機種の良さそうな台中心に、まあ、できるだけ打てるように、立ち回っていこうかなと思います。はい、次はクリアの飛行殿の女神なんですけども、まあ、現状この台が2000ゲームほど回ってウィックレギュラー8の8で合算120分の1ぐらいで、隣の台も、まあ、かなり良さそうな台もあり、で現状コロナ以上に打てる台もないので、コロナ打ちながら、まあ、周りの様子も見つつ、打っていこうかなと思います。
さあでは行ってきます。現在、ボーナス間で237ゲームから。さあ今日も京都で結構ね、乗り打ちだったり仲間内で打ってる方も多いんで、でも結構ね、いい台学校とかないんですよ、あんまり。そんな中で開いたこの台です。しっかり判別はしながら拾ってきます。で、ノーマルタイプジャグラーとかでも、ファンキージャグラー朝から気にしてたは多分前台強いってことはなさそうなんですけども、それでもいい台はあると。で、他のジャグラー前台見ても良さそうな台はちょこちょこあるんで、まあ多分中間メインでそれなりにって感じなんかなとは今のところ思います。さあそして現在投資が14本の500枚550枚持ちぐらいなんで、まあ、マイナス100枚から150枚ぐらい。652ゲームチャンス目からの赤い色、きつい。打ち出してから400-30ゲームかな、かなりハマりました。ただ、ギリギリ持ちコインで当たりました。はい、単発で白画面キラキラ。RT 中のハズレ、 RT 乾燥したハズレ3回、少ない。43ゲームチャンス目から赤レギュラー。さあ一応これでベル100回目で660ゲームぐらいかな。なので一応ベルでいうと今のところ6以上。57ゲームチャンス目。突入のチャンス目で当たってなくて、多分このチャンス目で当たりました。267ゲーム。赤同色。さあ追加投資したんで今総投資が17本。340枚。バックや。さあ今回の RT30 ゲーム完走で外れ6回で、トータルで60ゲームで外れ9回。はい、この窓巻き2なんですけども、現在のデータがトータル2500ゲーム回ってこんくらいで、通常時回してるのが今950ゲームぐらいでチャンスゾーン6回で、チャンスゾーン経由で2回当たってて、それが明らかに子役からチャンスゾーン行ったものと、あとほとんどボーナス用の7揃いでラッシュに行ってるような履歴なんで、まあ、チャンスゾーン確率さえは、まあ、かなりいいと。で、メイン機種を中心に ATK、RTK も2台ぐらい良さそうな台がある中で、まあ、1台粘って張る台と、もう1台良さそうな台が、まあ、これが一番良さそうなんで、まあ、残り時間も少ないところなんで、今のうちにこの台に移動したいと思います。
はい、では打っていきます。現在投手が17本、まあ大体800枚ぐらいで、持ちメダルが200枚弱ぐらいで、まあクレア結局1000ゲーム弱回して、ハイパー1回、ノーマルビッグ1回、移植ビッグ1回、レギュラー1回、ボーナス3回だけで、もう1台強かったんで打ち出しましたけど、結局僕打ってる間にもかなり数字的にも弱くなってきたのと、まあ、あと残り時間を考えると AT 機 ART 機行くにはギリギリのタイミングということで思い切って移動しました。それから83組チャンス目 A、それから地上ゲームチャンス目からの紫同色持ち込みに当たりました。さあ7ぞろいはなし、415ゲーム、定格の強チェリーからのチャスロン、さあリップベル8回かなといったところで8点。ゲーム、ジャンソンからの新しい主導戦です。サトシ27本、ラスト、はい、こちらゲーム71枚。11ゲーム、キョチェリー、ゲームキョチェリーから波動ショック、これ36本、72ゲームキョチェリーから紫道ショック、投手39本、さあボーナス中の7ぞろいから上からして、さあもしかしたら時間的にもうラストチャンスになるかも。さあ着地りしかいけず、MK50 ゲーム182枚。122ゲーム、キャテレからのチャンスゾーン、いや微妙か、137ゲーム、はい、50ゲーム71枚。
なんでだ。さあ、まあ、とにかく、あ、レベル3。ボーナスも欲しい。ゲーム。はい、225ゲーム384枚で終了です。はい、ということで今やれて終了後の引き戻しの前兆を見たところなんですけども、コロナ自体、打ち出して1200、300ゲーム出したところで、まあ、特に強い要素を見れなかったと。そして、実戦できる時間が、もう残り1時間もないというところで、今日はこのタイミングで実戦終了にしたいと思います。回収が348枚でした。お疲れ様です。実戦終了いたしました。本日の立ち回りなんですけれども、朝一から4台5台構成機種の末裔機種を探して、立ち回っていきました。狙い機種だった2機種は朝一取れずに、まあ、それでも4台構成攻めていった中で、まあ、おそらく設定ないんだろうなというところでやめたんですが、まあ、稼働も高く、さらに、残り時間も限られている中で、自分なりに攻めたんですが、まあ、最終的にも高設定積もれず、タイムアップという結果になってしまいました。本日の結果、投資が1880枚、回収が348枚、サマイがマイナス1532枚という結果になりました。今回ここで報告があるのですが、私タクは今回の実戦をもちまして、クロバラを脱退させていただきたいと思います。理由としては、まあ、ここ1年ほどの、まあ、実戦内容だったり、いろんなことを踏まえた上で、まあ、この勝ち方を伝えていくっていうクロバラの番組内容の中で、まあ、結果残せなかったことや、まあ、自分なりに、これからセクロバラ続けていくっていうことに対して、まあ、不安であったり、まあ、いろんな葛藤っていうものを、まあ、ずっと感じていました。で、まあ、今までデビューから、丸7年、一生懸命いろいろクロバラとしてやってきた中で、まあ、そういう中途半端な、気持ちのままで、まあ、これ以上続けるべきではないのかなと思って脱退を決意しました。クロバラ軍団としての活動は、今日もって、終わりとなりますけれども、ジャンバリ .tv のメンバーとしては、引き続き活動させていただこうと思ってますんで、応援していただければと思います。というわけでですね、いろいろ応援していただいたり、まあ、知った激励のコメントいただいたりと、クロバラの活動を今まで、皆様のおかげでこの7年間やっていけました。本当にありがとうございました。